はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでこちら引き続きクロニクルですね。はい、ご依頼者タガヤンさん、はい、よろしくお願いします。よいしょ、ちょっと件数が多くてちゃんと確認しないとね。よいしょ、はい、じゃあ一個一個ね開けていきます。商品よし、ハンドルネームよしってやってますか。よいしょ。でもね、レコーディング開始すると、あ、合ってたかなってちょっと思っちゃうそういうもんですね。はい、じゃあ行きます。ルーキー分けておきます。はい、スティーブンさんで、こっからパラレル99シリ、ガイルさん、ラウル・ヒメネス50シリ11番75シリ、シューバさん、あ、お曜日の、はい、クラックだ。これはいいと思いますね。アップデートになってますから。99の65、こういうのが来るんですよ。で、エジルがひっくり返ってる。お、パッチオートのエジル4の25、いいっすね。アーセナルのエジル、枠もちゃんと入ってますよ。4の25、イエーイって感じだねエジルいいですね、うん、アーロン、はい、人間性もね、まあね、ちょっと政治的なあれになっちゃうんですけど、店長は好きです。はい、パニーにですね、今度ね、クボ、パニニクボ、パニクボです。おメッシもいました。でスアレスが、は、105 は105 5 105尻です。で、グリーンが2つで、トーレスとコスタさん、こっちね、あ、でも2色ですね、トーレスが。はい。で、マタさんのルーキー。メッシのピッチキングとロドリゴですね。これルーキー。よいしょ。いやー、これ面白いね。やばいね。まあ、250から300ぐらいが適正なんでしょうね、多分今の考えると。はい、ルキーテキストラポイント、55シリサパタさん、ゴメスさん199で、 XR のルーキーで、またデュアルですね。カンドレバとハンダノビッチ、シリアルありませんね。トッティ、うん、マラドーナとかもいるんですね。オットさんもいるんだ。はい、となりました。んか、こっちルーキーか、こっちは通常ね、ルーキーじゃないね。はい、ということで、リミテッドマンだね。リミテッドあるって書いてあったっけ。パニリミね、エジルでした。パッチオート、はい、ありがとうございました。